こんにちは、海保健太郎です。音楽活動におけるグッズの作り方、売り方みたいなところに関して今日話してみたいと思います。音楽活動をやっていると、やっぱりお金の問題っていうのはどうしてもついてくると思うんですよね。チケットノルマ割っちゃってお金払ったりとか、いや、レコーディングもしなきゃ、ミュージックビデオも撮りたいな、みたいな感じでお金は出ていくのはすごいいっぱいあって、まあそれに対して、まあ、例えば CD が売れたりとか、ライブチケットが売れたりとかしてお金が入ってくる量が、まだまだ駆け出しで少なかったりとかすると赤字が続いちゃって、厳しいな、バイト増やさなきゃ、みたいな風に、まあ、悩んでるアーティストさん結構いると思うんですが、まあそのうちのちょっと一つヒントになるかなと思いまして、っていうのは、僕の知り合い、まあ、僕が知ってる範囲で結構ですね、グッズ販売をうまくやってることによって、まあ、それをすごくいい感じの収益源にしてるアーティストっていうのが何組かいるんですよね。で、彼ら彼女たちがどういうことをやってるかっていうのをざっくり話すと、まあ、簡単に言うとどうやったらグッズが売れるかっていう点で言うと、まあ、2点、まあ、キーがあるかなと感じてます。まあ、グッズを作って、工場に発注して、こう、手に入って、で、それをライブ会場とか通販で売ってっていうこと自体は、まあちょっとやり方調べれば多分誰でもできるんで、まあ作って売ること自体はまあできる。ただ、やっぱりそれをしっかりとした値段を取って、ちゃんと完売するぐらい売り切るっていうところが難しいと思うんですよ。なので、まあそのちゃんと売り切れるような量をガンガン作って、どんどん売れていくっていう状態を作るためにのヒントの2点ってことですね。まず1つ目は、限定感を作るってことです。まあ、限定感っていうのはまあなんか簡単に、まあよくありますよね。限定30個とか、もしくはなんか何月末をもってこの発売終わるんで、それまでに買ってくださいみたいな感じ、期限を切ったり、人数を切ったりとか、あともう今日この場でしか買えませんみたいな風にしたりとかしてもいいかもしれません。そういう、やっぱり限定感を作るっていうのは、今買わなきゃっていう動機になるんですよね。なんかずーっと発売してます。例えば通販サイトでいつでも買えますってなったりとか、もしくはライブのためにずーっと同じものを売り続けたりとかすると、ちょっと興味持った、ちょっと気になったなっていうお客さんも、まあ今度でもいいかっていう風にやっぱなってしまいがちなんですよ。なので、その何かしらの限定感をちゃんと打ち出していく。一つ一つ丁寧に、このグッズはここで限定です。このグッズはこういう買い方しかできませんとか、こういうメンバーに入ってくれてる人だけが買えるグッズですとか、何かしらの限定感をちゃんと一つ一つのグッズに作っていくっていうのがまず一つのコツです。で、もう一つは、グッズにストーリーを持たせるっていうのがもう一つのコツです。ストーリーを持たせるってどういうことかっていうと、まあ、例えばライブにあなたが見に行って、なんとなく、あ、今日発売ですとか言って、急にタオルがバーンって発売されてたら、まあ、それはもう、あ、なるほど、このアーティストのグッズ、タオルなんだな、タオル使うかなとか、デザインどうかな、値段どうかな、みたいなことだけを見て、まあ、買うかどうかを判断すると思うんですけど、まあ、それにストーリーがついてたらどうでしょう。例えば、じゃあ、温泉が気持ちいいっていう曲が、じゃあ、新曲がそのアーティストにあるとするじゃないですか。温泉入って本当に幸せだよね、みたいな。人生でこういうもんだよね、みたいな歌が例えばあったとして、で、じゃあ、その温泉の曲の歌詞の中に、まあ、こういうタオルで、こういうなんか、体を拭いてじゃないけど、わかんないけど、まあ、そういう、なんか歌詞が例えば、歌詞の中にタオルが登場するじゃないですか。例えば、それが、じゃあ、黄色いタオルで、みたいな歌詞が、じゃあ、あったとしたら、そのタオルを発売しましたっていう風になってたらどうでしょう。そうすると、ただの、まあもちろん値段とかデザインとかね、タオル使うかなってこともよぎますけど、まあやっぱりそこに上乗せして、あの曲の、例えば私の大好きな曲のあの曲のとか、いつもライブで盛り上がるあの曲のあのタオルっていう、その、ただのタオルじゃなくなるんですよね。そのお客さんから見た時の、そのタオルの存在っていうのが特別なものになるんです。そういうふうに、まあ今のはちょっといい例だったかどうかわかんないですけど、まあ、この曲に紐づいたこのグッズなんですよとか、もしくは私が音楽活動を始めたきっかけっていうのは皆さん知ってますよね。こういう理由で私音楽活動を頑張ってるんですよ。それだからこそこのグッズを作ったんですよ、みたいな、なんかそのストーリーに、お話に紐づいてるもの、これを発売するっていう形を作れると、とってもですね、こう買う理由になるっていうのが、まあ分かってきてます。それを、まあ、しかもこう、発売した瞬間に、突然売り文句として、実は私こういう考えをもともと持っていて、で、こういう風に考えたからこれを発売したんですって、いきなり言うのも、まあ、言わないよりはいいんですけど、まあ、それよりも、もっと、前々から、そのグッズを作る前から、もしくはそのね、温泉の新曲を作る前から、もうなんとなくこう、ね、温泉が好きですみたいなことを、例えば、ブログとか、ツイッターとかで言ってたりとか、じゃあそれに関する曲を作ってますとか。で、そっからもうじゃあそれのこのタオルを実際に作ってみようと思いますみたいな、そのグッズを作ろうと企画してるよみたいなところまで、まあメールバージンでブログでも何でもいいですけど、もうアウトプットしちゃうんですよね。そうするとお客さんの方は、あ、なるほど、こういう思いでこういう風に今作ってんだ、そのタオルのこういう部分にこだわって作ってんだなとか、そういうことをもう目の当たりにしていくわけですよね。その発売前の段階ですよ。で、例えば、じゃあ、この日に発売することに決めました。このライブの時に発売することに決めました。みたいな風になって、で、そこで、例えば、その新曲もお披露目して、で、
そのタオルも実際に発売になっててみたいなことになると、もうお客さんからしたら、まあ、そのそもそもストーリーをいろいろ聞いてたその新曲自体がやっと聴けたっていうことにもなるし、まあ、そのグッズのタオルに関しても普通にただその日にパンって発売してたら新しいグッズが出たっていうことだけでしかないんですけど、じゃなくてそのずっとストーリーを読んでた人からすれば、あのずっと頑張って作ってきてた、いろんなことを考えながらあの人が作ったタオルが今日やっと発売されたんだなっていう気持ちになるわけですよ。そしたらやっぱりですね、そのタオルに対する思い入れっていうのはやっぱ違ってきますよね。やっぱり買っとこうかなと、ね、なんなら2枚3枚記念に買っとこうかなみたいな気持ちになるかもしれません。というわけでグッズを作って売っていくっていうのはこれからもアーティストにとってすごい大事なことです。で、そのグッズをしっかり買ってもらうためのコツっていうのは、限定感を出すってこととストーリーを持たせるってこと、この2つをぜひ意識してグッズを作ってみてください。この話によってあなたの音楽活動がより素敵なものになることを願っております。海保源太郎でした。またね。そうだ、チャンネル登録ボタンは押してますか？ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。